OOH 広告。えぇ、ー、アウトオブホーム広告の略ですけど、えー、看板業界では屋外広告全般を OOH 広告と言います。え私たちが街を歩いてても看板広告はたくさんありますが、QR コードがついた看板はまだまだ数が少ないようですね。えそしてあったとしても、えー、ホームページに行くぐらい のものが多いわけですけど、私たちはそこから動画を出したり、そして、えー、インスタグラムに誘導したり、通販サイトに誘導することができるわけです。ですから、看板というよりも、OOH 広告という括りにすると、えー、看板だけではなくて、例えばバスとかトラックとか、車のラッピングも OOH 広告ですね。そして、 えー、駅にあるポスターも、ー OH 広告ですね。えー、そして、関西の方ではもう、電車の車内の、ポスターにも、QR コードが解禁になってるそうです。そして、えー、ちょっと特殊なもので言いますと、えー、買い物をすると、レシートをもらうわけですね。そのレシートに QR コードがついてる、<coughs> お店はどれくらいあるでしょうかと。一番有名なのが丸亀製麺ですね。丸亀製麺には QR コードがついてて、ちょっと高い商品をこの値段で次回使えますよというクーポンがついてくるわけですね。セブンイレブンも QR コードがついてるお店がありますけど、これはアマゾンの本が買えるわけですね。えー、ほとんどの人が別に えセブンイレブンで頼まなくたってアマゾン直接頼めばいいじゃないですかと言われますけど家になかなかこう時間通りに帰らない人たちが多いわけですからセブンイレブンで本を買ってあれば確実にセブンイレブンでピックアップができるのとそのポイントはセブンイレブンに加算されるわけですね。そのように OH 広告というものは、ただの、えー、看板広告だけではなくて、えー、もっと広い意味で、えー、たくさんあ媒体として出て,きてくる可能性があるわけですね、まあ。デジタルサイネージをはじめとして、えー、特にあのタクシーの中の、えー、モニターなんかは、大変大きな市場になっていると聞いています。ぜひ私たち印刷会社も、 印刷物を作るのが印刷会社ではなくてお客様の情報をもっと広く伝えるということになれば OH 広告も我々の市場の中に入ってくると考えております。